誰だ俺だ頭だってことでね、皆さん、とんでもない速報がやってきました。日本時間の1月18日の深夜ですね。Windows とか違う。Xbox シリーズで有名な Microsoft 社がね、なんと、我らが COD こと Activision Blizzard をね、買収すると発表がありました。いやー、とんでもないね、これ。もうさ、俺、びっくりしてビンビンよ。うん。落ち。はい、ってことで、マイクロソフトに買収されたら COD は今後どう変化していくのかをね、今回は簡単に話していきたいと思います。はい、まず、マイクロソフトに買収されたことによって、今後 PS 版の COD は発売されるのかということなんですけどね。まあ、ここがみんな一番気になってるところだと思うんですけど、っていうのも COD の売り上げの大半を占めてるのがね、こう PS 版って言っても過言ではなくて、まあ、なおかつ、アクティビジョンのゲームっていうのはこう、いろんなプラットフォーム、まあ、言ったら Xbox だったり、こう、マイクロソフト、PC、とかプレイステーションとかでね、こういろんなところで楽しまれてることから、まあ買収後も引き続きいろんなプラットフォームでできるようにね、こうサポートするよと言っていることから、まあ今後もね、PS 版で発売される可能性は十二分にあるんじゃないかなと思います。はい、てかね、こう発売されなくなったらガチで COD 終わると思う。うん。そしてね、こう買収されたことによって、まあ COD シリーズーズCOD シリーズ全作品は、まあ、ゲームパスにも追加される予定になってまして、まあ、このゲームパスっていうのがね、こう、Xbox と PC にあるマイクロソフトのサービスになってて、こう、月額850円ぐらいだったかな？うん。まあ、それを払うことによって、サービス内にあるゲームすべてが無料で遊べちゃうよと。まあ、サブスクって感じだね。で、今、有名タイトルだと、バトルフィールドだったり、こう、ヘイロー。他にはね、こう、ゾンビゲーのバックフォーブロッド。読み方合ってるかわかんないんですけど。まあ、そういうのがあるんですけどね。まあ、ここに今後、コールオブデューティーも追加されるのであれば、まあ、実質無料、うん、まあ、無料でプレイできるんで、こう、もっとこう、手軽にね、こう、COD が楽しめるよと。だってさ、今、現時点の環境だとさ、あ、COD やってみたい。あ、だけど8000もかかる。うわー、ちょっと高いからいいやっていう人が結構多くてですね。まあ、それがこのサブスクになってしまえば、あ、ちょっとコールオブデューティーやってみようかなってできちゃうんですよ。もうこの差が本当に大きくてね。まあ、これをできれば、まあ、人口がね、もっともっとこう増えてくんじゃないかなと、頭個人的にはね、めちゃくちゃ期待してるところでございます。はい。まあ、あとね、もう一個期待してるといえば、まあ、ゲーム性の変化。これなんですよね。まあ、マイクロソフトが買収したことによってね、こう結構ゲーム性っていうのが変わってくると思うんですよ。でね、こう、今作のヴァンガードっていうのは皆さんご覧の通りバグだらけで、しかもね、運営の対応も遅いで、もうある意味ね、神ゲーになりつつあるんでね。まあ、ターニングポイントじゃないですけど、まあ、ここから COD もどんどんこう勢いづいて活気づいてね、かつてのこう BO2 なんてね、そのぐらいの全盛期の人気を取り戻してほしいなと。もう本当に切実に、願っております。もう最近の COD 本当にやばい。もう最近、まあ正直言ったらね、Apex、今間もなくダイヤ対、行くんですけど、まあ目標目指すはマスタープラチナ。まあ、プラチナじゃない。まあ、そんな感じで、もう、Apex病に今ハマっておる若頭でございます。はい、まあ、話は逸れたんですけどね。まあ、こちらね、買収時期が2023年に完了するということで、まあ、皆さんね、来年以降のコールオブデューティー作品にめちゃめちゃ期待と、いうことで、今回はこの辺で終わりたいと思います。ってな感じで、お疲れな。